基礎式器基礎漆器は長野県塩尻市基礎平沢とその周辺で製造される式器。流れを組むものとして初沢式器と呼ぶものもある。1。1975年2月17日に経済産業省の伝統的工芸品に指定された。中心的産地である基礎平沢は2006年に国の重要伝統的建造物群保存地区として 選定されており、毎年6月に基礎式器祭が開催されている。検知塗り、検知漆器ともいい、丈夫で美しいのが特徴で、主な製品には、座卓盆、前重箱、パチ、ワン、箸などがある。最も古い伝承としては、室町時代初期の1394年、富田の主、加藤木左衛門が、富田山老源寺に収めたという京箱の漆器で、 これにより、基礎福島が発祥だとする説がある。また、上皇年間には、基礎平沢に、すでに漆器業者が十数個あり、当時の領主、山村神兵衛が、諏訪明神の建築を名目に、日の決め手型を発行し、日の機材を伐採して、漆器の素地用に当てたという。江戸時代中期の元読年間、中山道が京都から、江戸の交通の要路となり、 毎日多く往来する旅人が、土産物として買い求めるようになって、基礎漆器が世に知られるようになった。原材料となる木材は自由伐採であったものが、1708年5月以降、五木伐採停止の例が出て、存続の危機となった。しかし、当時の大官であった山村家の庇護で、漆器業者へは、終わり班の紐の手形をカフされ、 漆器の記事のための白木六千田の無題伐採が認められた。元禄の,の頃には板物の,の実用品として人気を博し、完成に入ると京都、大阪、江戸に基礎物取り継ぎ受け売り店ができていた。職人たちは技術の上達を図るため、当時技術が高いと言われた輪島へ技法の習得に赴いたこともあった。明治の初め。 現在の奈良駅付近の山間から鉄分を含有したサビドという漆との混和に優れた粘土が発見され、剣道な製品が誕生した。また、手塚定太郎、須山翔兵衛らの指導者が出て合理的な木取り法で知られる総和禅が全国的に売れた。大正前期までには漆器学校も存在していた。1960年代の高度成長期、 日本全国の家庭の必需品として、座卓、棚物など漆の家具が飛躍的な伸びを示し、基礎湿気の約70%を占めるようになる。また、1970年代に国鉄の観光キャンペーン、ディスカバー・ジャパンが始まると、旅館、民宿などに座卓が飛ぶように売れ、それらのほとんどが基礎産のものだったという。 1990年代、生活スタイルの変化により、需要が低迷して、漆器産業も衰退してきたが、漆器職人たちの動きによって、基礎平沢地区に基礎漆器館や基礎暮らしの工芸館が設置され、展示、体験を行うなどして、基礎漆器の振興に努める。塩尻市奈良川地区の小学校では、1999年に2つの小学校の給食で使う食器をすべて、 基礎湿気にし、現在は同地区の中学校でも使用されている。2。2006年7月5日には、基礎平沢地区が国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。また、2012年10月、塩尻市市民交流センターエンパークで基礎湿気をテーマにした第22回ジャパン漆サミットが開催され、私立図書館で関連展示が行われた。 代表的な技法に、基礎春景、基礎追手、三、塗り分けろいろ塗りがある。材料は、漆は、天然漆、生地にはヒノキ、カツラ、土地等が用いられる。漆塗りは極端に埃を嫌うため、窓が小さく、埃が入りにくい蔵の中で作業が行われた。また、厚い土壁は、温度と湿度を一定に保てるため、温度差の激しい山間部での作業には適していた。 基礎漆器の端木肌の美しさを生かすため、基礎ヒノキの良質剤を選び、下地付けを行わないで、最初から漆をすり込み、木質部まで漆を染み込ませる、剣道な技法。片置き漆の上に、幾層もの色漆を塗り込み、研ぎ出しにより半模様を表現する技法。異なる、数種類の色漆を、幾何学模様を加色し、塗り分ける技法。正式名は、 塩尻市基礎高等失芸学院。1975年4月、基礎漆器が伝統的工芸品に指定されたことを受け、基礎平沢の漆器共同組合内に開校した。分業化した基礎漆器の生産体制を懸念し、漆芸の後継者の育成と一貫した技術の習得、また、漆器産業の振興を目的とした施設である。開校当初は、漆工、薪絵、木工、 新金の4コースであったが、4、現在は、湿気科とデザイン科で、週2回の夜間開講を2年間受講するカリキュラムで、若干なの訓練生を定期的に募集している。ありがとうございます。